訓練は島田掛川信用金庫浜岡支店が警察の協力のもと行いました。拳銃やナイフを持った2人組が押し入ったという想定で行われ、犯人を刺激せず安全を確保した上で相手の特徴や逃走車両を警察に伝えることなど、いざという時の対応を確認していきました。とても本当にびっくりして怖かったです。自分の身も守らなきゃいけないし、やっぱりお客さんもいたらお客さんも守らなきゃいけないし、本当に責任がある立場だなと改めて思いました。また立ち会った警察官は、普段から来店客に声かけすることで下見に来た犯人をひるませることができるとアドバイスしていました。